第8期麻雀グランプリマックスベスト8、司会実況の広志達也です。解説は第4期麻雀グランプリマックス優勝、前田直也が務めます。前田プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第8期麻雀グランプリマックスベスト8 B 卓4回戦東杯の開始です。ただいま立会人今野慎太郎の合図により4回戦が開始となります。第8期麻雀グランプリマックスは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルール、システムは半チャン5回戦を行い、上位2名が決勝戦に進出となります。4回戦はチーチャから森山、ナンチャ藤崎、シャーチャニヒラ、ペーチャ灘の並び、トンの1曲ドラはローソーです。さあ前田プロ、はい、3回戦で大きな順位変動が起こりましたね。藤崎が意地を見せて一気に、駆け上がってその差を詰めてきました、はい、逆に森山が厳しくなって二平が少し、リードした展開、あと残り2戦となります。見どころどのあたりになってきそうですか。そうですね、森山プロはここは必ずプラスで、まあ、せめてあれですね、2位の、はい、まあ、二平プロか、あ、現状7と、現状そうですね、はい、7プロか藤崎プロには、まあ、20ポイントぐらいでは抑えておきたいですよね、最終戦を迎えるにあたって、はい、うん、ということはこの半チャンは、まあ、2人が大きく沈む可能性はあるとはいえ、まず自身はしっかり浮いておきたいと。そうですね、はい、はい、さあまず早々にペーチャの灘が直瀬のペーを仕掛けている。こちらは森山、そして藤崎はイーマンがアンコ、ドラガリアンメンターツです。そして二平はチュンガンコ、絶好の3品はイーシャンテン、こちらペイを仕掛けている灘の手牌も両面2つのイーシャンテン。さあ森山パーマンをアンコにする。さあどう打つか、9品です。ウッパーピントレアンウーマン、安全牌のシャートチェンジ、さあ毎回難解な手ですが、ここは両ピン。そうですね、さあこれで藤崎もイーシャンテンとなります。チーマンを打ち出す、目いっぱい。新平としてはある程度どうでしょう、ちょっとリード広げましたが、局消化に入っていい、はい、とこですか。もういいと思います、うん、はい、うん、例えばこの手もポンテンやチーテンも考えられる場面ですかね。まあ、してくると思いますよ、はい、はい。ここは数万打ち、その数万を仕掛けたのは灘、スッチーソテンパイです。イーシャンテンの藤崎、ここはリャンマンに手をかける、ちょっと迂回、ただリャンマンも特に安全というわけではないですが、貫通、貫をする、パーマンのアンカーは森山です。一発裏ドラ、そして貫ドラがない、日本プロ麻雀連盟公式ルール。スーソー、いやー難しくきますね。これは当たり牌、貫ローピン、Gピンを嫌っていく、 うわ、この1枚見えた数万が来てしまった。振り点ながら2万3万の変則待ちを残します。わっと、これで十分計天敗、天敗ウーマンだ。二平の上がり、チュン1300の上がりです。パーマン換算出てるところでしたから、いろいろ選択ありましたが、うん、そうですね、はい、迷わずパーマンに受けましたね。そうですね、うん、見事正解。さあ何の2曲です。親番変わって藤崎、ドラは嘘、
ダブトン統一、ドラ受けもありますね。はい、初も統一、仕掛けどこ、おー、初が統一なだ、初もちもちになりましたね。もちもちですね。9万から、いやー来ましたね。トイトイトを遠くに見つつ、はい、らしいですね。来ましたね、はい、いやなかなか声出づらいところですが、こうなると藤崎が泣きたい、自敗のでも少し遅くなるかもしれない。ペン三層だ、トンが出た、黙っては見てられない。ちょっとランド戦になってきましたね。空中戦ですね、なんかね、はい、おわ、これで打点も見えた。いやー本当ですね、この重なり、南白のポンテン、うわすごいな。藤崎の白がもう時間の問題かもしれない。ウッパーソーなんか引かれた日には白はもう辛すぎる。一応初後付けのイーシャンテン、関数マン引いたのは森山、本一に行きます。次リアン、そうですね、リアンマン持ってましたね、はい、3ピンポンだ。いや藤崎もなりふり構わず、先数ピンか、そうか、いいシャンテン、リアンマン持ちだ。パーもこれはちょっとすごいですね、これ、いわゆるポイント上位者の息の合った、いやすごい、何風呂だこれ、6風呂。さあこれで森山もチートイツが見えるが、チュンもションパイ、周りにべったり仕掛けがある、困ったと、まいったなと。これまだ仕掛け増える可能性ありますからね。ありますね。これポンですね。あ、これで白助かった。7風呂。ドラドラ。チュンはションパイ。打てないか。ただ腹くくっていく4回戦かもしれないですよね。3万だ。ただ誰かしらに当たりそうですよね。誰かしらに。何も声を発せられずに、そうですそうです、通過するとはとても思えない。ドラ。ドラ。やめた。やめた。ここで灘が脱落。これ本一がないと初がないだけにも役がないですからね。そうですね。うわ、腹くくって満足勝負だ森山。いやー、想像が打てない。カン。カン。ウッパーソーは、ウーソーが1枚ですが、パーソーも2枚。十分。チュンキー、チュンキー見たい。チュンキー見たい。うわリーチだ、リーチだ、倍満ですよ、きた、もう心の中じゃ今アトミックでしたね。アトミックです、完全に、はい、シークレットアトミックでした、はい、シークレット闇闇アト、はい、いやすごいな、はい、スッチーソーはドラ表で1枚、自身で1枚、1、2、3、スーソーが残り1枚、チーソーはバゼロ、バゼロ、え、3枚残りだ、嘘、2枚じゃない、え、うわうわポンした、え、これ
ドラ短期だ。なにこれ、すげえな。なんだ、何フロですか前田プロこれ今。森山も思わず苦笑い。8フロ。これウーソー1枚いる？ウーソー1枚います。いる、はい。でパーソーが2枚いる。これ新平さん降りる可能性ありますよね。まあでもウーピンか。まあここにリーチぶつけてきた森山ですからね、相当ドラさんとか、はい、まあとにかく高打点が想像されます。まあほぼほぼ間違いないでしょうね、はい。ここでね、新平さんだけそんなに無理していくことはないんですけど、確かにチューンを打つ幅もあります、うん。ただここで上がっておくとかなり楽にはなりますよね。なります。下ろした、これでチャンス。うわ、小そう、小そうだ。ハネマン1万2000ですね。そうですね、メンタンピン、イーペイコー、ドラドラ、森山の剛腕が火を吹く。チュンの絞りがいいですね。いや本当ですね、リーチ宣言版がチュンになってるとこがなんかいい。いやそれに対してこう奈々さんもこう意地のぶつかり合いみたいな感じで負けちゃ見られないと思って。ドラ短期負けちゃらんねえですよね。いやいや面白かったですね。はい、これが男のプライドのぶつかり合いですね。いや本当ですね。チンを最後まで切らなかった森山、裸短期で押し返した奈良、子供の喧嘩じゃないんだから。すごいよ。言ってきます。後で言ってきます。後でよく言ってきます。これ見られたらまずいですから。お、何ですかこれ。あれれ？は、九州？流しちゃう？流しちゃう？ただ母さん、やっちゃう？なさそうだな。ない。あるか。ありますね。ある。流しちゃう。これ新平めちゃくちゃいいハイパイだったんだけどな。いや藤崎さんも悪くない。あ。森山もいい。うわすごい、めちゃくちゃいいですよ。3人めちゃくちゃいい、3人ともめちゃくちゃいい。これが森山。うわすごい、めちゃくちゃいい。メンタンピン三色、藤崎もいい、うん、リズムダイヤをドラ1、はい。あとはあれ打つんだよ、新平これ何ですか。リズムピンク三色ドラドラ、はい、言えるの全部。それをこの九死九敗で一掃。いやー先ほど1万2千の宝珠とはなりましたが、今の九死九敗はかなり価値ある流局になりそうだ。そうですね。さあトンの3局一本場と変わります。いやー3回戦の途中からかなり熱を帯びてきたこの B 卓も4回戦を迎え、さらに熱くなってきた。ドラはチーマン、さあどうだ、新平のハイパイは、うーん、先ほどとは見違えるほど悪い。本当ですね、相当悪い。で取り直した奈良は好みか、好みのハイパイきたか。ただ役牌がないですからね。名本チートぐらいにしたいですけどね。ただ奈良プロにこうチートイツっていうイメージがあんま全くないんですよね。全く狙わないですもんね。狙えそうなとこでも全部こう単用に向かったり、うん、ただ一回今日ね、はい、6400ありましたね。そうかそうかそうか、ありました。国心にはいかない。今のも結構あったな。2412345678、あ今 E ピン引いたから8種か。さあこちら奈良、森山は単品系の手配か。急激にみんな悪くなりましたね。なんかそれだったらさっきのね、どうなるか見たかったですよね。ちょっとわーペーから来ましたね。行きますよ、奈良ですもん。本一トイトイですよね。いや見るところは、いやいや少数詩じゃないですか、うん、これ。子供同士の喧嘩に負けた奈良、もう一度大丈夫、2回も言ってリベンジ大丈夫なの。俺は絡んでないから、俺言ってないからね。やめてよ巻き込むの。すげえ逃げるじゃないですか。決勝戦実況かわせるとしよう。
さあこちらは新平親番です。さあソーズまだまだ遠い、チーピンだ。さあ一気に来ましたか。来ましたね。そうか、でもイースピンがすでに5枚切られてるんですよね。なるほど、うん、ということはターツの入れ替えもちょっと視野に入れてウーピンなどは残して。そうですね、はい、あスーピンの方が3枚切れてるのか。そうなんですよ。なのでちょっとどっちも微妙なんですけど、うん、ただ逆に山にはちょっといそうかなと思っちゃいますけどね。はい、まだ。来ましたよ。ただ今は急走余ってきましたからね、うん、もうそう簡単には泣かしてもらえないでしょうね。はい、ここはピンズの下を嫌うか3ピンに手をかけます。スチーピンウッパースを藤崎はチートイツか3トイツ、手はかなりまだ苦しい。親の新平もションパイのトンシャーと抱えてちょっと手狭に受けている。もうこれ出なそうですね。トンシャーはまあ出ないでしょうね。はい、もう当たり安定。本当だ、これ数ピンゼロですからね。そっか、さっき入ったチーピンだ。あ、ウーソーがない。嘘がないの。もう嘘がないですね。ないのか。じゃあそこまで盛り上がらない感じ。盛り上がらないです今局は。そっかそっかそっか。また灘が想像ですからね。嘘ちょっと出にくい牌ですから。チートイ、灘が想像バラバラ切ってますからね。いや確かに。ただ嘘を短期ではかんない。うわーガリ取り行くよね。チーピン短期勝負です。勝負なんですこれは。まあ今の勝負に、はい、さっきの勝負にね、勝った相手なので。なるほど、ある程度強くいっても大丈夫だろうっていうのは考えてると思うんですよね。うん、やはりそのあたりがこう勢いを意識した森山の麻雀。チーピン短期を選択。しかも今初の切り方で多分まだいいシャンテンだろうなぐらいに思ってると思うんですよね。ほほほほ。まあ実際嘘では上がり目がないとこでしたから。あれ前田さん、ん、すごいことに気づいた。ドラのチーマン4山4山。あれ泣かしてもらいましたね。泣かしてもらいましたね。あ、これだ。これ4山、3山ですよ。来た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 。これバイヤーですよ。あー、チーマン結局入ってた。あ、なんだなんだ。ただ次のチーマンですよね。問題は藤崎のところに行ったら食い流れた格好。テンパイ、トンシャー、ある。これだってある。積もった。いや、言葉にならない。ちょっとどうでしたかね。新平さん、リャンズを切ったのがちょっと泣かしに行った感じありますよね。そんなことないですか。まだトンとシャー持ってるんですよ、ションパイの1個ずつ。まあでもトンとシャーは絶対切られることないので。はい、じゃあ想像切らないっていう。今のうちにリャンズを切っとこうっていうのですかね。あ、今のうち。まあね、ピンズでもね 2,3,4,5,6 持ってたので。はい、ただそこが森山に打ちに。森山の嘘はかなり天敗気配だと思うんですが。そうですね、はい、ピンズの 2,3 は切れても他がちょっとまだあれだったので、今のうちにあのリャンゾーだけは切っておこうっていう考えだったかもしれないです。それが結果どうだったかなと。うん、うん、こう一気に来ましたよ。何ですかこのシーソーゲーム。やばい。トータルポイントラスになったものが必ず吹き返す。ということはあれですか、このハンチャンラスを取っておいた方がいいってことですか。トータルポイントラスでいった方がすげえ詰めるじゃないですか。その日吉システム
ヒヨシステム。なんか弱そう、ヒヨシステム。めっちゃ弱そう。来た、来た、もうなんだ。まだまだ、折れることを知らない。すごいですね。なんか急になんかギア上げてきた感じしますね。これドラが白なので、はい、かなりねプレッシャーになりますよね、相手の手は少なくとも止まるだろう。そうですね。ただ止まらない人が一人いるんですよ。森山なんですよね。もう勢い絶対意識するんで間違いないです、はいはい、知ったこっちゃねえと。さあドラは吐く。そして藤崎がすでにイシャンテンだ。トンバですよね。まだトンバですね。いやー、森山1万2000の出上がりに続きドラ短期のチーマン積もって3000、6000、一気にこれトータルポイントプラスですよ。いやー面白いですね。なんですか、最終戦の条件計算大変そうですねこれね。もうちょっと憂鬱になります、ね、ギアを買うんですよ。まさにこれはすごいすごい。前田さん頑張ってくださいって来てます。まあ条件計算はね、うん、大丈夫でしょう、はい、さあ森山ここはやっぱ想像ぶつけてきますね。吐く。ドラだ。これで藤崎ストップ。いやいい手だったんですけど、はい、がしかしこれドラがまだ山に3枚。逆に良かったかもしれないですよ。逆に良かったかもしれないですね。可能性ありますね。先ほどの森山の再現なるか。初の後付けですねこれは。ちゃんたちゃんたちゃんたか。ちゃんたちゃんたちゃんたと初の後付けの、はい、両天秤、はい、これちょっと、まあ、白重なればね、うん、初も切り出す可能性ありますけどね。はい、おろきましたよ。ってことは両ピンは残して、残します。ちゃんた3色、はい、これでも今迷って6万じゃないですか、はいはい、こうなるとチャンタじゃないじゃんっていうことになるじゃないですか。なる。そうするとなんだろうと思って、ああドラアンコの可能性十分考えられるじゃないですか、うんうんうん、確かに。うん、逆に怖いですよね今の迷い方って。はい、6万が手に手残りしてもいいかもしれないっていう 手で、はい、手なわけですよね。なんで6万出てくるのみたいな感じじゃないですか、うん、まずは初の後付け、その後嘘ですよ。はい、チートイーシャンテンから数アンコートを見たか。おっと、これイーピンがまだ1枚入れか。イーシャンテン、ただ相当怖いな。このトンは怖いですね。ドラが来た。これでニギラもストップか。一旦パーピンきます。おお、トン切った。もう勢い大事ですからね。やはり森山。さすがですね。さすが。本当に。頭で分かっててもう切れない。あの、なんていうのかな。どっちだ。どう言えばいいんだ、今のは。勢い大事にしなくてはいけないと言わ、言いつつ、やっぱ恐怖が先に来ちゃうと思うんですよね。まあ、最悪のこと考えちゃいますからね。はい。しかし、やはりここは自分の信念に従い、ダブトンのションパイ、灘に対してぶつけていく。これ数アンコあんのかな。9万ちょっとなさそう。ピン9ピンちょっとない。あー、積もった。さらに上を行く。なだ初700オールの積も上がり。一歩も引かない構え。いやー、らしさ出てきましたね。出てますね。また森山とは違ったそうですね、この個性のぶつかり合い、はい、ドラはパーマン。いやー、これは最終戦まで間違いなく目が離せない。そして忍んでる藤崎が不気味なんです。3回戦では意地の大トップ、リーチ棒投げ続けて6000オールを引き当てました。うん、悪くない、はい、あれ九州だ。なんですか、これさっきから流行ってますね一応確認しますね。確認しますね、はい、そうですよね。これで間違えてるとあれですもんね。大変ですよ、ね、はい、
さあ今局はもう藤崎が若干よくは見える、はい、まあこれが親の名だ、リャンメンターツが豊富にある、悪くはない、悪くないです、ね、森山も二メンツ悪くない、まあ、いつも見えますね下の3色、はい、そして藤崎はまあ、順ちゃんあの4万6万余計だったわ、そうですね、マジで、はい、マジで何やってんだよ藤崎さん、さあ、親の連チャンとなります、何の2曲、それ何の4曲に、ごめんなさい、トンの4曲に本場です、ドラはトン、さあ取り直しのハイパイどうだ、ん悪くない、そうですね、はい、森山はチャンタだ、ちょっと難しいですかね、ドラも1枚浮いてますしね、そうですね、ローピン、ローピンか、そうですね、ローピンですね、藤崎ペンチーマン、これは本ローソーからですか、チャンタとチャンタと同じですね、はい、こちらに平もいい、うんうん、今局は灘、まあ、に平あたりが手の形は良さそう、一気か、純ちゃん三色か、一気だ、これでメンツが完成、さあ新平どう打つか、馬はつもぎります、単品いや、スースーつもぎするのかな、ああしない、スースーつもぎるのというのは安牌をちょっと持ちたいみたいなイメージですか、うーん、単4にするんだったら、はい、その前のウーマンじゃなくて、あの段階で何でもいいなと僕思ってたんですよ、ははははでもあそこでウーマン切ったなら、ははは、スースーをもう一回浮かせて何は安全牌で持っといてもいいかなと思ってたんですよね、なるほど、うん、いやー目いっぱい怖いですけどね、うん、二平もこれ以上巻き込まれると、まあ祖典削られるともう本当に4人で一席争うような構えになっちゃいますからね、はい、そうですね、まあ、二平さんとしては、まあ、最終戦を迎えるところで、はい、やっぱりね一番上にいたいですよね、そうですよね、ターゲットになりたくはないですからね、はい、またその差を広げに行く、うん、目いっぱいですね、いや藤崎さん全くツモは引かないですね、うん、藤崎はこの4回戦かなり長い間忍んでますからね、はい、今溜めてますよ、忍べば溜まるの、いやわかんないです今度聞いときます今毒薬を作ってます毒薬を、はい、毒針を作ってますよ、はい、灘がいいシャンテン、森山リャンシャンテン、藤崎は今局もちょっと厳しい、うん、もう向けた、新平さんもちょっと受け気味ですね、あ来ましたね、さあ灘がこの親は落とさないと、
ローソー仕掛けてカンチーマン転敗。タイヤオです。ドラですね。これでストップ。灘以外の3車にまたドラがある。この展開たまに見ます。こうなっちゃうともう一人旅になりそうですね。なりますよね。重ねてきた。きた。どこを打つか。3万いい間になりそうですね。なるほど。うん、EP2 枚切れなんで。そうですね。はい。マリアンマンも2枚切れ。3万今が一番打ちやすくも見える3万ですね。さあカンチーマは123残り1枚。さあ順目がなくなってきている。一応6、7、8。おお、森山プロがウーピン切ってるから、まあ上の3色っぽいからってことでしょうね。うんうんうん、下茶にも安全だしと、はい、これはどうやら灘の連チャンはほぼ確定。一人転敗での流局となりそうです。さあこれが入って、灘の一人転敗で流局となります。いや、じわじわとその展望を回収している。これなんですよね。サートンの4曲は3ボンバー。ドラは9層です。ちょっと悪いか。いや、 E ピンがあんこだ。いい、おダブリーチャンス。ダブリーチャンスでしたね。はい、サブロック9ピンの2度受けでしたが、これでも3色あるので、あ、わあ、これであれだ、数ピンかな、789ですか。数ピン、うん、数ピン、ゴロチか。そうです。はい、こちらに平決めましたね。ただこうしておいてね、貫禄ピン最終形になったらかなり強いですからね。盲点になりますね。チーピンもいっちゃいますか。いきたい。ただトントンがねそうなんですよね。そうなんですよね。トンがあるので、引きました。これラサイのローソーでしたよ。いやー、これローソー引けないとローピンが生きないなと思って数えて、あと1枚しかないと思ったら引いた。そしてローピンは3山。ただ若干確かにチーピンが一巡遅いのが気にはなりますよね。そうです。だから森山プロも、うわ、やっぱさっきチーピン切っといてもよかったなとは思ってるとは思うんですけども、いや、それでもね、それでもですよ、どうしてもピンズ選んじゃいますよね。しかもこれでね、藤崎さん多分数ピン並べてくると思うので、どんどんピンズが安くなる。サブローピンがまずノーチャンスになって、でパワーピンとチーピン3枚切りました。結構積もった。すげえ。この手順結構すごいっすよね。
スーピンパーピンですよ。まあでもスーピンは、うん、あるか、はいはい、僕もスーピンになりますから。ほうほうほう、はい、いやーすごい、まさに手役アーティスト。リズも3色23900のつも上がり。いやこれ森山かなりあれですね、トータルポイントを積み上げてますね。来ましたね。はい、この親は引かないですよ。引かないです、はい、引かない親が来ましたね。来ましたね。あらすごいわ。さあ何の一曲、親番変わって森山ドラはリャンソーです。うん、悪くはないですね。さあこちらに平、そして灘です。いやートンガトイチ、さらにピンズだ。9万とか切るのかな。おお、パワーピン。ここはストレートに来ます。ストレートでしたね、本当に。はい、まあ、9ピンが2枚切れっていうのもあったかもしれないですね。うんうんうん、ちょっと一通は難しそうと。1枚目のトンは泣きません。そしてドラが重なったのは藤崎、二平かな？二平ですね。これも9万切っちゃう可能性ありますね。切りました。9万を乗っ切って白を残したっていうのはどういう、いや少し本一も見るのかなと思って、はい、まあでもパワーピン切ったので、はい、まあ、本一の選択肢はね外したのかなと思ったんですけど、うさあ三層が頑固になる。ここで白を打ち出していく。これ2枚目だとどうしますかね。泣くんじゃないですか、さすがに。こう、これトンじゃないですか。嘘。トンです。多分トンです。あ、これ3個もありますもんね。そうですね、3個もありますもんね。願い通じずダメでした。多分、はい、ここまでの展開とツモを鑑みて、はい、こう仕掛けは仕掛けたくないと思う、泣きたくないと思ってると思うんですよ。一回テンパイ取りですね。カンチーピン、ただトンは、あ、これポンじゃないですかね。まあ泣かざるを得ないと。そうですね、まあこれ上がりは硬そうですね。いや間違いないですよね。まあこれドラ持ってきてもいいですもんね。なるほどなるほど、はい、そっか、2色コールまであるのか。ん、ああいいピンですね、うん、森山の上がり、トン1500の上がりとなります。さあ何の一曲、一本バードラは9ピンです。おお良さそうだな。いい、ただドラがない。これはいい、いいですね。イーシャンテンかな。イーシャンテンですね。いやこれに対抗できる人がいるのか。まあ灘は両面ターツをオフにあって、はい、ギリギリなんとかなるか。オリアプロ3色か1つにしたいですね。まあ狙ってきそうですよね、はい、まあ、いずれねリャンゾーイーソーには手がかかりそうですよね。はい、この親は早くね落としたいと思ってると思うんですけども、はい、なかなかやっぱそういう手にも、ね、来ないんですよね。
でペンサンスを払っていきます、うん、にひら想像の一つも若干見たか。シャワーつもぎり、藤崎がじわじわと形になってきた。さあこれで灘もいいシャンテン。シャワーになるか。目いっぱいですかね。はい、はい、ここはもう確実に森山プロが向かってくるでしょうから、はい、そうそうね、あんまり無謀なリーチはかけづらいところですよね、うん、他の3社は。各社それを想定しても打っていかなくてはならないと、はい、そういうことですね。いやにひら、ああまだ広げる、まだ広げます。ペンチーピン、テンパイはイースーピン、リーチだ。厳しいチーピンを引き入れてのリーチ、ただ引かない男がいる。さあスーピン若干危ない。そうですね、パーピンになる可能性ありますよね。動物パーピンだ。そうですよね。ただ一回スーピンが浮いたぞ。6球ピン引くと危ない。危ないですね。はい、イースーピン薄いんだよな。ただ森山プロもこのイースーピン危ないですもんね。おお、あれ取らず、取らずですね、はあ、まあ4、5、6か5つかでしょうね。はい、ってことはイースーピンはかなり出づらいですね。うわ引いたよ、ドラ切った来た来ました。忍びに忍んだ、ね、藤崎聡、ここはドラをぶつけて大勝負だ。大きいですね。ウッパーソー、パーソーは3枚、あ、2枚だ2枚と3枚でそんなにテンション変わるのウーソーは、あ、ウーソーがいっぱいある。あ、ウーソーも2枚だ。さあ3000、6000決めるか。これ当たり牌のね、数ピンを3枚使い切ってのリーチだけにね、でかいですよ、強いですよね。スーピンがなくなってて、はい、E ピンが1個しかないんですよ。灘大ピンチ。対して藤崎、ここまで研ぎに研いだこの手裏剣をぶつける時が来た手裏剣だから弱そうだから何でしたっけ、クナイですね。クナイ、毒を塗ったクナイでしょ、はい、毒を塗ったクナイ、うん、もうたっぷり毒ついてますからねこれは毒あるね。さあ刺されば致死量、安全牌がないのか。一応パーマンはワンチャンスだけども、そうか、9万が1枚も見えてないのがちょっと気持ち悪いですよね。確かにちょっと二平手広げてましたもんね、うん、序中盤で。ただパーマン切りやすそうだけどな。まあだけどイースピンウッパーソー触ることはなさそうですね。もうそうですね、雰囲気的にも、はい、3層、ウーソーが2枚と、あ、これ何引きました？何ですか？見せてほしい。引いた範囲によってはイースピンが危ない時もある。ありますね。これ6万とかですかね。マンズでしたよね。チーマン筋。うわー、どうなる？チーピン、うん、これで森山の法事はもうほとんどない。そうですね、はい、さすがに3色になっても、あ、そうか、3色になったらチーピン出ますもんね。そうですね、全体的にね。
は待たない、まあ待たなくても片方には現物切りそうですからね。例えば急走なんかもありますし、チーソー、うん、現物と筋、あれウッパーソーはパーソー2枚とウーソー2枚あるんですよね。いたか、いたー、高め引き当てた藤崎聡の3,000-6,000来ました、区内一発すごい上がり。やっぱこれ潜んでましたね、潜んでましたね、潜んでましたよ、はいはいはい、もう絶対潜んでるなと思ったんですよ。これこそまさにスイトンの術ですね。いや合ってねえな今は今の違うな、水関係ないもんね、水関係ないもんね。いやこう潜んで、まあ、潜んでるのは忍者は常に潜んでるわけだからちょっと違うな何でも言えばいいってもんじゃないからね、すいません、うん、はい。いやしかしすごいですね、劣勢の2人がここまで追い上げま す, す、ね、普通こんだけこのルールで跳ねまんって出るもんでしたっけ、出ない出ない出ない、聞いたことない、こんなに、ね、はい、こんなに。いや藤崎さんこれハイパイも悪くない、あ本当だ、いい、いやそして二平が苦しい、このハンちゃん引きずり込まれましたね。うん、いや藤崎さんにとって大きいですよね、大きいですよ、あの展開でまさかね森山プロが親かぶりするようなね、う6000点も支払わなきゃいけないんですもんね、はい。いやこれあちょ7がちょっと厳しくなってるのか、そうなんですよ、そうトータルでいうと、はい、変幻自在の仕掛けを見せる灘が今度は追い込まれた、もうちょっと目を離せばすぐ自分が追いやられてしまう、恐ろしい。おこれはポンテンか、これポンしますね、そうですよね、さすがに今の3,000-6,000上がった藤崎プロの、でもなんか切りたい形でセットしてますよ切り出す三色だ切り出す構えで、絶対泣かない構えだこれ両サイドにペーパーを見てあ、これは折り合いつけましょうか、ただ三色の変化待ちま す, す、ね、いやこれリッチ下ですね、千二千も大きいですよね、大きいですね、まあ一旦ウーマン切りにしてやみてもありますよね、そうですね、はい、三色変化でリーチと出ても、はい、当然上がる、もちろん上がります。これドラ引きもあるじゃないですか、3色と限らずパーソを引いてチーソパーソ、そうです、チーソパーソ引きもあります、これスーソ、しかしスーソ出ましたね、はい、ここは森山の上がりペー1300の上がりとなります。いやすごいわ、いやペー引かなくて、はい、ちょっと他のね積もってきた時の打牌を、まあ間違いなくペーに見たいですね、あとペーが本当に出て泣かなかったのかどうか見たかったですね、あ見たかったですね、はい、すごい一番右と左に一個ずつ置いちゃったびっくりしましたよ見た時、あれペーもう切ったのかなと思ったら左にもう一個ありましたさあ何の三曲ドラはいいピン、親は二平、この3回4回戦開始時はトータルポイント首位に立っていた二平がまだ首位かな、まだ首位ですけど、はい、ただもう全然安心できないポイント差になりましたからね、12-16、そうですね、はい、はい、いやここは再び引き離したい、またいい、軽いですね、はい、藤崎も悪くない、パーピン二平だっていいぞ、いやそんな良くないそうで俺もええと思ってうわー来た来た来た、いいシャンテンですね、いいシャンテン、いやどうなる、わー本当に息を飲むな、テンパイ、うわ嬉しくないな、取らないですね、取らない、取らない、
まあ、ダイレクトに3ピン引きが一番嬉しいですけどね。はい、E ピン引いたらリーチありますか？いや、リーチはしないと思います、ね、しないですか。はい、これもあれですよね、あの想像4、5、6どれ持ってきても3色見えるので、はい、それも考えてると思うんですよね、うんうんうん、ちょっとじゃあ E ピン持ってきてみましょうか。 E ピンぜひ。はい、そうですね、はい、こっちかい。いや、そこじゃないか。もう出たがりですね、藤崎さんもね。本当に。呼んだとか言ってそうそうそう。言いますよね。呼んでねえし。これはいいペーコーの目。そうですね。来た。単ヤオとピンフの変化はある。3色はちょっと遠いですもんね。即リーチだ、ウッパーマン。まあ、チーマン切って闇点もありましたけどね、はい、サブローソー引いてのピンフ手代わり。ただそれじゃ付けり付きを与えちゃうのが嫌なので、はい、にひらさんに、うん、そういう隙を与えないようにリーチしましたね、はい、圧も込みと。そうです。もう忍ぶことをやめた忍者。そしたらすでに忍者じゃない。積もったパーマン、ね、リーズも1000オールの上がり。いやー、これでさらに詰め寄る。なんということだ。ん、あ、子供でしたか今。あ、ごめんなさい。え、僕今1000オールって言ってましたね。そう、あ、そうですね。あ、大変失礼しました。本当です。リーチ積も、そうですね、にひらさんに隙を与えちゃいけない。親のにひらさんに隙を与えちゃいけない。そういうことです、そういうことです、はい、前田さん、私実況解説やるの久しぶりだと思うんですけど、はい、瀬戸熊さんとかも気づき始めてるんですけど、はい、僕の言葉に実況してることにそうですねとかって乗っちゃう時あるじゃないですか、はいはい、結構間違ってることあるんで。あ、なるほど。そうそう、巻き込まれないように連帯責任で僕も謝らなきゃいけない。そういうことになります。本当に注意していただいて協力体制でやったり、注意するのはお前だよ。失礼しました。さあ、大事なオラスです、はい、4回戦勝負どころ大事なオラスを迎えた。うわ、これ野田さん想像が多いですね、これ。まあとりあえず声は出していきそうですね。さあ、森山もいい。あ、藤崎はこれはもう受けというか、あ、国士もやらない。そして二平マンズで一メンツ、白が統一。うわ、そこから行った。行きます行きます行きます。ど真ん中の関数層からチーダー。これなんか意外に仕上がりそうなムードがある。んチートイツイーシャンテン、またリャンペイコーだ。チートイツだったし、そこまでリャンペイコー見えなかった。そこまでリャンペイコー、いや、リャンペイコー見えますよ。見える、かなり、はい、かなり熱く見えます。熱く見えます。熱く、はい、ほんと好都合だな。どうですか。お、これヤンペコ、スワンコじゃない。スワンコだ、両天秤だ。スワンコとチートイツじゃないの。何が重なる。ニヒラピンズで一面ずつできてるだけに一色手は難しい。また下茶の名だ。ああ、しかし被せていく。ポイント状況的にはニヒラはお、ヤンペコだね。ねえ、だってリャンペイコーイーシャンテン。お、リャンペイコーだ。いや、イーペイコーです。あれはイーペイコーだ。イーペイコー、難しいな。難しいんです、本当。麻雀難しい。さあ、どうだどうだ。かなりポイント差は詰まっているぞ。いやー、想像が引けない。全く引けないですね。はい、まだ山にはただかなり残ってますね。うん、リャンシャンテン。想像はまだ各社の手にはあまり入っていません。ということは山に十分残っている。森山リャンマンが2枚切れになった。天敗、カンリャンマンそれでも取る。まあこれだったらチートイツにも当たりますからね。はい、スッチーピン引いて、リャンペイコを天敗して、あ、まあそこでいきなりチートイツでもいいのか。はい、そうですね。まずは森山天敗一番乗りはカンリャンマン。ただ場には2枚切られて自身で1枚、残り1枚。想像だ。
これはただ灘に上がられて2平まくられたりするとさらにきつくなる。ああ、ヤンマンだ。最後は森山自身の手で決めた。いやー、これはすごい最終戦になりそうです。イーペイコー1300の上がり。さあ4回戦が終了。4回戦をトップから森山、続いて藤崎、二平、灘の並びで終了しました。はい、続いて、5回戦です。